海の氷結、それを繰り返して霧を作る。こんな風に力を使うとは。鉄王国にいた頃、諸国の警戒を逃れるためにいつもやらされていたことだから平気。そうは見えない。あの地に潜り込める機会なんてもう二度と来ないかもしれない。だから打てる手は全て打たないと。分かった。見えたわ、鉄王国のマザークリスタル。ドレイクブレス。激しい海流に岩礁、それに加えてエーテルだまり、さながら天然の砦だな。でもここは島の裏側、この小舟一艘ならまず気づかれないと思うわ。クリスタル神殿は山の中よ。このまま山道を登っていけば裏門から中に入れるはず。よし、行こう。それにしてもこの島を歩く日が来るとは。昔はロザリアの聖地だった。ずいぶん前に鉄王国に支配されたがな。あなたに会うまで私はずっとここにいたの。だから少しは案内できると思う。この道はエーテルだまりができてから警備もないわ。潜入にはもってこいか。私がいた時よりエーテルだまりが広がってる。厄介だ、早く倒しましょう。心配ないわ。今だ。取る。倒す。
取る。この先に手入れがあったはず。そこから山の中に。こんなに荒れてるなんてひどいわね。待て、ハッ！
今だ。行け。今だ。取るな。クライブ。溶けた岩が流れ続けているから。でも前より激しく立ってる。これはまた地揺れが。さっきより大きくなってる。何か変だ。
取る。
気をつけて。取る。魔物がどうして？こいつが暴れたせいで火山が活発になったのか。フレイムリザードは滅多のことでは暴れない。ともかく今はこいつを倒す。違う、フッ、取る。Yeah!
大丈夫よ。ありがとう。今の戦いで兵士たちに嗅ぎつけられないといいが。あそこから大聖堂に入れる。神殿につながってるわ。早く行きましょう。干からびる前にね。そうだな。神殿に勤める従者たちの居住区よ。ここから人が多くなるわ。見つかって騒ぎにならなければいいが。ええ、でもあの人に会えれば切り抜けられるはず。あれ、おば様、私よ。そんなあんた、ジル、ジルなのかい？おば様、ここではいけない。こっちへ。それにしてもよく無事でいたもんだ。おば様も。なんてバカな娘だろう。どうして戻ってきたんだい。せっかく自由になったってのに。ごめんなさい、おば様。でも私にはどうしてもやらなければならないことがあるの。教えて、大司祭はどこに。今この時間なら祈りを捧げているはずだけど。まだあんな儀式を。クライベン、私の目的もクリスタル神殿よ。行きましょう。おば様、今すぐこの島から逃げてください。あんたまさか。イナラク、ノアジル、来たぞ。おいで。神殿まではすぐだ。さあ、早くお行け。おば様、こ
これまでずっと面倒を見てくれて本当にありがとう。さようなら、マーレイおば様。あなたへの恩は忘れません。どうかいつまでもお元気で。ジル、いいね。あんたこそ絶対に死ぬんじゃないよ。行きましょう。神殿まで突っ切れ。ああ、王国の警備兵か。邪魔する奴は容赦しない。警備が手厚い。どきなさい。
大司祭ヒムラ、あの男は教えを隠れ蓑に下道の限りを尽くした。奴だけは必ず私がこの手で。ああ、分かってる。君の過去に決着をつけるんだ。残すはこれだけ。このまま押し切れ。I've got to let me stop。貴様は芝のドミナント、死に損ないが許しでも恋に来たか。私はこれまであなたに従い戦ってきた。全ては私と同じようにさらわれてきた娘たちを守るため。でもあなたは何をした？私の目の前で彼女たちを手ごめにして殺した。ゲスがエーテルに毒された魂は清められねばならん。あれはジョーカー、魂の救済。そうとも
全てはクリスタルの導きなのだ。わきまえよ、卑しき獣め。貴様のように汚れた血はこの神殿への立ち入りすら許されるということを忘れたか。そうね、私は獣だった。この血はきっと誰よりも汚れている。考えることをやめ、心を捨てて、あなたのような悪魔に手を下すこともしなかったのだから。これは私の後悔。でも私はもう二度と獣にはならない。獣を生み出す悪魔も野放しにしない。獣ごときが主人である私に歯向かうつもりか。所詮はドミナント、エーテルに蝕まれた不浄の存在よ。なんとおるかな。この身が不浄というのならば、大司祭イムラン、お前はそれ以下の存在だ。私はここで因果を断つ。その汚れた血の前に膝を折るがいい。殺せ。クライブ。なぜ権限できない。頼む、せめて力を。
Yeah!
体の痛みはどうだ。 少しだけ。 無茶をするなと言っただろう。 心配かけてごめんなさい。 でもこうでもしないと私は 胸を張ってあなたの隣にいることができないから。 見て。なぜフェニックスゲートと同じものが。 長くはない。脱出しよう。 ええ。
ジル、どんなことがあっても胸を張って生きていくんだよ。